皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、水槽の魚たちを背景にちょっとですね、賃貸物件に関して水槽が置けるのかというテーマでちょっとお話をしていきたいと思います。一般的にですね、まずペット可かペット不可かというところが賃貸物件では一つありますね、契約上で。ペットが可な物件であっても水槽が置いていいのかどうかっていうのはまた別物だと思います。でまずですね、ペット可っていうのはですね、大体が、まあ、敷金をちょっと多めに置くとかですね、まあいろいろとですね、お金をちょっと入れることによって最後の原状回復費をですね、カバーするという大家さんの、まあ、リスクヘッジなんですね。例えば1ヶ月分とか、家賃の1ヶ月分とかをですね、敷金を多くすることによって、まあ、それでですね、汚れたり匂いがついたりという部分をですね、カバーする、まあ、猫ちゃんを飼ってる場合なんかはやっぱり壁が汚れたりしますので、まあ、そういった感じでですね、まあ敷金というものは積み増しをするというのがあるんですが、まあ、水槽がある場合というのはですね、勝手に、まあ、例えばペットと言えないというかですね、犬猫のイメージでペットというのを想定してますと、じゃあ大きな水槽を置いていいのかっていうところで、まず強度の問題で、まあ、通常の賃貸物件で、まあ、例えば大きな水槽、イメージ的には90センチでも一般的には大きな水槽というふうになると思います。まあ、90センチの水槽でもですね、仮に重さでですね、床が沈んでしまったりとか、それから水をこぼしてしまって下の部屋とか部屋自体がですね、傷んだりとかですね、まあ、下の部屋にですね、水が漏れてしまう、こういったものがですね、あった場合は、まあ、おそらく損害賠償の請求が来ると思います。で実際にですね、賃貸のテナント保険というのが大体契約するとセットで入るんですけども、まあ、そういうですね、まあ、勝手に生き物を飼って水槽を置いて、それで水をこぼしました、何かその建物を傷ましたとか、他の部屋に影響を及ぼしましたって言った時に、その保険が効くのかというと、これは通常のですね、例えばシャワーを出しっぱなしにしたら水没したとか、こういうことに関しては多少保険が効くようになっていると思いますけれども、こういう生き物を勝手に飼ってるっていうことに関してですね、そこをカバーするかというと、ほぼ保険は出ないと思っていただいていいと思います。でじゃあですね、大きな水槽、例えば90センチ以上の水槽を置きたいっていう時には、やっぱりですね、大家さんの許可を取る、そして、まあ、許可が出る物件というのは、まあ、なかなか少ないと思うんですけども、まあ、ちょっと水に強い物件、建物の、ある程度ですね、強度が強い物件とか、そういったものだったら大丈夫と思いますね。で、まあ、なかなか出ないかもしれないですけども、やっぱりこっそりやって問題が起きて損害賠償ってなるとちょっとまずいと思うので、やっぱりこっそりやるのはやめた方がいいのかなと思いますね。で、魚っていうのはまあ水があるんで分かりやすいんですけども、じゃあ泣かない、騒がない、例えば爬虫類、両生類に関してどうなのか。っていうところで、まあ、私は例えばカブトムシを飼うっていうのがじゃあペットなのかとかですね、こっそり賃貸の物件でペット可じゃなくてもいいんじゃないかと。私はまあカブトムシとかクワガタムシというのはそんなにゴキブリみたいなものと違いまして嫌いな人が少ないので、まあ万が一逃げ出したりしてもそんなにこう大きな問題にならないと思うんですね。これが太あごひげトカゲになるとちょっと問題は違うと私は思ってます。我々にとっては太あごひげトカゲは可愛いトカゲなんですけれども、大して凶暴だとも思いませんけれども、あれをですね、多分初めて例えば逃げ出したものが、まあ、見てしまったとか、カーテン越しになんかトカゲがいるよっていうのを発覚してしまった場合には、やっぱり結構大騒ぎになるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、普通の人の感覚ですとね、やっぱりイグアナとかフトアゴヒゲトカゲとかそういったものがですね、万が一逃げ出した場合怖いっていうふうに考えるので、まあ、これはですね、やっぱり大家さんに相談して飼う飼わないを判断した方がいいんではないかというふうに思っております。でレオパはどうなのか、で私の口からは言いづらいですけども、まあ、カブトムシ、クワガタムシと類する小さなトカゲみたいな感じなんですけれども、まあ、レオパも、まあ、もしですね、これも逃げ出して隣の家に入り込んじゃったとか言った場合には、やっぱりまあ可愛いトカゲなんですけども、
少し騒ぎになるんじゃないかなっていうふうに考えてますね。なので、まあ、そういう意味ではですね、やっぱりペットのジャンルっていうところで言うと、まあ、虫、カブトムシ、クワガタムシぐらいはいいかもしれないですけども、やっぱりある程度ね、こういう生き物を飼うっていうのを大家さんに言った方がトラブルは少ないのかなと。で、トラブルというのはイコールお金につながってくるんですね。万が一それで隣の人が気持ち悪いから出てしまったって言った時に、家賃の何ヶ月分の損害賠償請求だったり、それから皆様の居住者自体も出てってくれって言われたりとか、まあ大きなお金の問題が出てくるということですね。まあそこを覚悟して、まあ、こっそりやるというのであれば、まあ問題ないのかもしれないですけども、お金がかかるっていうのは、ただ少なくとも人に迷惑をかけたりとか、そういう可能性がある、まあ、不快に思われる人もいるということで、やっぱりそこに関してはしっかり大家さんとの関係づくりというのをしておいた方が、こっそりやるよりはいいんじゃないかなと。で、それがまあ大きなあの問題になったのが、例の網目ニシキヘビの話ですよね。で、私もアクアハウスで生き物を、まあ、OK、ヘビも OK にしてるんですけども、やっぱり逃げ出しだけはちょっとやっぱり勘弁してほしいなと思うんですね。まあ、場合によってはアクアハウスちゃんプロジェクトそのものにあの影響する、もしですね、あのお宅の物件みんなヘビとか飼ってるじゃないっていうふうに言われた時に、あの近隣から出ていけ、まあ、出ていけという圧力がかかってしまうとか、そういうのがですね、法律的にはそこまでできないと思うんですけども、やっぱり嫌われるっていうのはあんまりよろしくないので、まあ、できればですね、問題が起きないように、ヘビなんかは本当に逃げ出さなければ何の問題もない生き物なんですけども、まあ、私も特定動物とかも OK にしてますが、やっぱりアミメニシキヘビとかアナコンダとか、まあアナコンダといっても黄色アナコンダとかですね、まあそういった本当にあの万が一の時に人間に危害を及ぼすような生き物はあんまりあの歓迎できないかなと思ってますので、そこはまあ本当にあの物件ができてそういう方が入る場合は、ちょっとあの飼う生き物とかも話ししながらですね、あのちょっとここまでは OK よというふうな形で考えております。で、今ですね、あの入居者の方結構ヘビとかトカゲ類も飼ってますけども、まあ場合によってはまあそこそこ大きくなるようなモニターというかですね、まあモニターがいる場合もありますけども、まあそういうケースであっても、まああのその人がしっかり飼ってるかどうかとか、そういったところはちゃんと確認しておりますので、まあアクアハウスとしてはですね、なるべくあんまり制限をしたくないんですけども、やっぱり問題がいっぱい出てきますとね、世の中全体に。そうするとまあちょっとあの制限をかけなきゃならなくなるかなっていうふうに思っております。アクアハウスチャンネル、これからもぜひよろしくお願いします。またこのアクアハウスのプロジェクトに関してぜひ応援をしていただけると助かりますので、あのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。